今回購入紹介するのは Amazon のセールで購入した、炭酸力のバーブ。バーブやつね。で、昔は好きだったんだよ、バーブ。とかで、自分とオランは好きなんだよね。ただ、うちのホテルじゃねえ。お風呂の性質上、なんかね、次の日に滑るんだよね。そう、ヌルヌルするんだよ。多分、おかまの原因なのかな。風呂釜のね。うん、で、なんだかよくわかんない。で、ずいぶん使ってなかったんだけど、ちょっとね、どうしても見たいさ、ほら、なんだ、パレードとかあって、ディズニーホテルって、ディズニーの、オフィシャルホテルとか、オフィシャルホテルじゃないところとか泊まって出してんだけど、少しね、うんうん。で、そういうとこ行くとあるんだよね。なんだっけ、あれ。なんつうんだっけ、あれサービス。アメニティであるんだよね。バーブみたいなのがさ、うん、何個か取っといて、何個かって取って部屋で使ってね、みたいなやつがさ、あるんだ、そこにバーブがあるんだよね。で、やっぱりそういうとこって自分の家じゃないからって使うんだよね。うん、よっしゃってね、うん。で、そして使ってるうちにいいなってやっぱり、バーブ。バーブ。うん。疲れが取れるなってね、うん、感じでいいなって言ってて、散々悩んだ結局やっぱり欲しいなって。うん。で購入しちゃった。で、56錠入りのお楽しみボックス、6種類。いろんなやつが入ってるやつ。うん、で、まずローズハーモニーの香り。うん、で、なんだこれ。清流の森の香り。うん、完熟金柑の香り。なんか金柑の場合、ここにいっぱい書いてある。あ、これ関係ないの？この箱に俺書いてあるだけなの。そう、全部だね。そう、で、ちょっと見えにくいんだ。ユーカリの香りかな、うん、光っちゃって。ロマンティックジャスミンの香り、うん、で、ちょっと待って、光ってるの。サンダルウッドの香り。なんだろう。木かな、うん。の6種類、うん、のやつが入ってて、芯まで温めほぐしてくれるよ。炭酸でね。うん、ってやつ。で、箱はこんな感じで、この書いてあるね、これ。炭酸力と、そういうの温めますよ、っていうね。やつが書いてあって。で、本商品は食べ物ではありませんって、温めの話だからね。食べちゃダメよ、っていうね。で、なんかこの、そうだ、はい。素肌と同じで弱酸性、塩素除去。ああ、だから体にいいってことだね、うん。うん。体になんか変な刺激はないですよ、っていうね。感じのやつなんだけど。なんでこれ言いたいのかな。後ろ側に。一応残り湯について、一応残り湯も洗濯に、まあ、すすぎとかそういう最後の仕上げは風呂水じゃなくて、最後じゃなきゃ一応残り湯も使えるっていう、うん、からいいなと思って。そうだね、うん、こういうの入れた時ってお湯って使えるのかなみたいな、使えるっていうから、あ、じゃあいいかなと思って、うん、それで霜焼けとかにもね、もう、その時期も終わったけど。そう。あと、ニキビや湿疹のね。うん。汗もやね、痔とかね。うちみとかね。そう。汗もだったらこれからの季節でもね。そうそうそう。弱酸性なのいいよね。そうそう。そうだね。で、腰痛とかもね、今、チンパほら、ちょっとね、無理してんだよね。うん。筋肉強化とかさ、うん、やってるってんで。で、ちょっと痛めかねないような状態にもなってきたからいいかなっていうね。やっぱ匂いがいい匂いだったりとかしてね。そうそうそう。そう、それだけでほぐれる。癒される、ね。うん、癒される。うん。で、感じ、うん、で、ついにやっぱりね、だから、バブをね、凍ってしまったって感じになります。で、これで疲れると思うね。実際ね、なんか、ホテルのそういうお風呂でバブでゆっくり使ってんだよ、チンパ。行くとね、うんうん。そうすると、ほら、体、その前の日は頭痛がしてるんだけど、うん、それが治ったりね。うん、して、なんとか継続できてるから、うん、ディズニーね。だから、そういうので、ちょっと、前の人が家でも、これやって、次の日もホテルでそういうの使えれば、いいかなっていう。うん。じゃあ、完璧かなって。うん。多分ね。まあ、それでもチンパの体の弱さ的にダメなんだよ。まあ、それでも確率は上がるから。うん。感じで、ちょっとね、バブを購入したっていうお話です。今度はちゃんと使っていけるといいなってね。ヌーヌーとかしないといいなって感じです。じゃあ、以上です。